IPS のロゴ。LG エレクトロニクス社及びジャパンディスプレイ社の登録商標である。IPS 方式とは、インプレインスイッチングの略で、液晶ディスプレイの位置形式。液晶分子を基板と平行な面内で回転させ、複屈折の変化で光をスイッチングする、液晶駆動方式のこと。液晶のガラス基板の面方向に電解を加えて、液晶分子を駆動し、 電解が存在しない無電圧状態で光を遮蔽する。TN 方式では変更板に挟まれた液晶分子をねじれさせて変更し、また場方式では液晶分子をガラス面と垂直方向に回転させて変更するため、斜めから液晶画面を見ると液晶分子に邪魔されて映像が見えなくなる。そのため、 視野角がせいぜい上下160度左右170度程度しかない。それに対し、IPS 液晶では液晶分子をガラス面と平行方向に回転させるため、上下左右178度の広い視野角を持ち、どの位置で見ても色の変化がほとんどない。そのため、家族みんなで見る大画面テレビや高級感のあるテレビに向いている。欠点としては、 バックライトの光が漏れやすく、純粋な黒を表現しにくいため、一人で無理な映画などを見るには、場方式の方が適している。また、コントラスト比を高めることが難しく、応答時間が長いため、動きの激しい動画や、対戦型格闘ゲームには、TN 方式の方が適している。日本における IPS の商標は、 IPS 方式を開発した日立製作所のディスプレイ部門を継承したジャパンディスプレイが所有しているが2003年頃に液晶の派遣をめぐってバグループと対抗するため日立や LG フィリップスなどを中心とする IPS グループを結成しクロスライセンスを結んだ経緯から IPS グループ各社の製品で IPS の特許及び商標を使用することができまた IPS の ロゴを製品に表示することもできる。2021年現在で現存するパネルの大手メーカーでは、ジャパンディスプレイと LG フィリップスの権利を継承した LG ディスプレイが IPS の商標を使用することができる。また、現存するテレビモニターのメーカーでは、LG 以外は撤退したので、LG エレクトロニクスのみが IPS のロゴをテレビに表示することができる。 最終的に場方式と IPS 方式は共存したので2003年当時に IPS グループに所属しなかったメーカーからも2010年頃より IPS に相当するパネルが出荷されているが IPS の名称を使用することができないので IPS 方式を独自に改善した方式として独自の名称を採用しその方式の違いにより様々な名称が付けられている 携帯スマホ用、テレビモニター用、ゲーム機用など、用途に合わせて各社で改良を行い、次第に高画質になっている。最新世代の IPS パネルの名称を具体的に挙げると、LG エレクトロニクスが IPS クアンタムで商標を取っており、ジャパンディスプレイが IPS ネオで商標を取っている。また、日立から IPS の技術を供与された、 台湾のハンスター社も一応日本で HS-IPS の名称で商標を取っており、2010年頃にハンスターの HS-IPS パネルを使った製品が日本で発売されたことがあった。1990年代頃までは液晶パネルといえば TN 液晶しか存在しなかったが、応答時間が長い、視野角が狭いなどの TN 液晶の欠点を 改善するために1990年代頃より様々な方式が考案された。その一つが IPS 方式である。最初に TN 方式と比べて有利な分子配列を提唱したのはドイツのフラウンホーファー研究機構に勤めるグンター・バウアーで1990年1月9日に最初の特許を米国で取得した。ドイツにおける IPS 方式の特許は メルク社に供与された。その後、日立研究所の近藤克美率いるチームがこの技術の改善に取り組んだ。1992年、日立は白膜トランジスターレイをマトリックスとして相互に接続することでピクセル間の分子を制御する方式を考案し、IPS 液晶の実用化に成功。日本において特許を申請し、 日立製作所モバラ工場において1996年に世界初の IPS 方式のディスプレイを製品化した。日立は1998年に IPS 液晶の視野角をさらに改善したスーパー IPS 方式を実用化し液晶パネルを大画面テレビや大画面ディスプレイに利用する道が開けた。1990年代後半において日立と NEC は IPS パネルを最初期に実用化したパネルメーカーとして盛んに性能向上を進めた。1996年には韓国のサムスン電子も IPS 液晶の実用化に成功した。また LG エレクトロニクスも実用化に成功した。2000年代前半から後半にかけて FPD の派遣をめぐって激しい争いが起こった。当時主流だった。 ブラウン管の次世代と想定された FPD の主流が何になるか当時はまだ混沌としており液晶陣営の中ですら和方式を支持する陣営と IPS 方式を支持する陣営で争いが起こった日立製作所から2002年に IPS の特許を継承した日立ディスプレイズはモバラ工場の生産能力だけでは富士通、シャープサムスンを名手とする バグループに対抗できないため、台湾ハンスターなどに IPS の技術を供与し、日立ディスプレイズと LG フィリップスを名手とする IPS グループを形成した。2003年にフラットパネルディスプレイの最新技術の展示会として、東京ビッグサイトで開かれた EDX2003 電子ディスプレイ店において IPS 方式の知名度向上のために IPS のロゴがお披露目され、 当時世界最大だった LG フィリップスの52型液晶パネルのディスプレイにもこのロゴが踊った。2003年当時の液晶はようやく1インチ1万円を実現したところであり、40型以上の大型テレビになると100万円を超えてしまうため普及は難しいと思われており、特に IPS 方式は高価だった。しかし、その後は韓国、日本よび 台湾の様々な LCD メーカーが IPS パネルの製造を開始し、すごい勢いで値下がりした。液晶テレビは2003年時点で300万台の市場規模があり、2005年には1500万台を超えるほど普及すると考えられていた。そんな中、競合する陣営に対して、画質と価格による差別化によって競争力をつけるため、 日本の IPS グループの各社で高品質なパネルを低価格で調達する目的で2005年に日立ディスプレイズの IPS 液晶部門を切り離し松下電気産業と東芝の出資を受けて IPS アルファテクノロジーが設立された2005年当時はまだパナソニック、東芝、日立のテレビの世界シェアはかなりあり薄型テレビの普及期ということで 32型換算で年間500万台規模の製造能力を持つ IPS アルファテクノロジモバラ工場で製造された IPS パネルを用いた各日本メーカーの液晶テレビが欧州を中心によく売れていた。しかしその後2000年代後半には日本、韓国、台湾メーカーの激しい市場競争によって IPS グループは LG 以外は総崩れになった。 韓国メーカーとの競争に規模で立ち向かおうとしたパナソニックは2010年に i p s アルファテクノロジーの経営権を掌握しパナソニック液晶ディスプレイ株式会社に称号変更同時に3000億円を出資してパナソニック液晶ディスプレイ姫路工場を増設するすでに日本のテレビメーカーが韓国メーカーに圧倒されていた2010年時点でも 松下のテレビの世界シェアは8%もあり、2011年2月を、メドに32型換算で1700万台規模の製造能力にまで引き上げるべく投資を続ける、姫路工場と2010年時点で720万台規模のモバラ工場と合わせて、巨大な IPS 液晶の製造能力を持つに至った。しかし、テレビ向け大型液晶パネルのメーカーが、 韓国の LG とサムスン、台湾のアウオとイナラックス、日本のシャープに集約される中、2011年度のパナソニック液晶ディスプレイ車の大型パネルの市場シェアは約2.1%となり過剰投資となった。2011年10月、モバラ工場の休止と姫路工場の減損勝利を発表。パナソニックは2012年にモバラ工場を ジャパンディスプレイに売却し、2016年にはテレビ向けパネルから撤退した。撤退の時点でパナソニックのテレビに自社生産のパネルを使ったものはなく、IPS パネルは LG から供給を受けていた。その後パナソニックは姫路工場で生産された IPS パネルをカーナビなどの車載用や医療などの産業用に供給し、パナソニック液晶ディスプレイは2015年に、 黒字化する。しかしそれ以後は赤字が続き、パナソニックは2021年に液晶パネルの生産から撤退した。2010年時点で LG は大型液晶パネル市場においてサムスンに次ぐ世界2位であり、LG の iPS 液晶パネルは約25%のシェアがあった。2010年頃よりスマートフォンやタブレット PC でも iPS 液晶の普及が 始まった。2010年発売の iPhone 4で iPS 液晶が初採用され、Apple はこれをレティナディスプレイと銘打って販売した。iPhone 4には LG と東芝モバイルディスプレイが iPS 液晶を供給した。2012年発売の第3世代 iPad にもレティナディスプレイが搭載され、LG が iPS 液晶を供給した。 タブレット PC 向けの中型液晶の生産拡大のため2010年に日立ディスプレイズは台湾地名イナラックスに IPS 液晶の技術を供与し生産委託を行った中小型向けではまだシェアがあった日本の液晶産業を救うため東芝、日立、ソニーの液晶部門を2012年に集約して設立された国策会社ジャパンディスプレイ社は 東芝松下ディスプレイテクノロジーがアップルから金をもらって建設中の石川工場を引き継ぎ iPhone 向けの iPS 液晶を製造した。さらに大型 iPS 液晶の製造能力を持つパナソニック液晶ディスプレイモバラ工場を2012年に買収した後中小型向けに転用しそれ以降 iPS 液晶を iPhone などのスマホ用に供給している。 JDI は2017年3月発売の初期版、任天堂 t e n d Switch にも IPS 液晶を供給したが、その後すぐに JDI モバラ工場のスイッチ用ラインを閉鎖して iPhone にはリフったため、任天堂は JDI を切り、スイッチはイナラックスとアウを中心とする他社の別方式の液晶に切り替わった。そのためスイッチは初期型とそれ以降で画面の色が違う。 このような経緯で、IPS パネル製造の大手としては、スマホ用の小型パネルの大手である、ジャパンディスプレイと、テレビモニタータブレット用の大型パネルの大手である、LG ディスプレイのみが2020年まで生き残った。また、ハンスターやイナラックスも少数の IPS パネルを製造している模様。さらに、かつて、バグループだった企業も2010年代以降には、 IPS 相当のパネルを製造するようになった。2000年代当時は、馬方式と IPS 方式のどちらかが、TN 液晶を置き換えると見られていたが、両陣営とも改良に次ぐ、改良の結果、どちらにも良さがあって、結局は並存し、また、TN 液晶の良さも見直され、3方式が並存したまま2020年代に至る。TN 液晶と比べて、視野角が広い上に、 色度変異、色調変化が少ないが、製造コストが高かったため、開発初期から2000年代中頃までは、高級テレビやモニター、DTP 用のモニターにしか採用されていなかった。2009年には、LG 電子により、TN 方式並みに製造コストを抑えた、E-IPS パネルが開発され、同年には出るから22型で3万円を切る。 激安モニターが発売されるなど普及が進み、2010年代以降には、連価体のテレビモニターにも採用されるようになった。2016年現在では、8K 画素程度のものまで開発されている。液晶を構成する素材の関係で、TN 方式と配列が違うため、若干、色温度が低くなる傾向がある。このため、専用の回路でこれを補正することが行われている。駆動電圧は、 他の駆動方式に比べて大きい。水平回転のため応答速度を高くしづらいが、応答速度のばらつきは小さい。また、改良が進み、2020年現在は、オーバードライブ回路の搭載によって、高零0.5ミズとする製品も存在する。開口率が低いため高輝度化が難しかったが、改良により、開口率を向上した製品が登場した。 全遮断時でもバックライト光の透過率が高く、高コントラスト化が難しい。表示ムラができないようにするためと、必要な電圧を低く抑えるために、通常はガソ電極がクシハ状に形成されている。TFT アクティブマトリックス液晶表示装置において、使われる主要な三つの方式の一つである。LG とジャパンディスプレイ以外のメーカーは、 IPS の名称が使用できないので、各パネルメーカーにおいては、IPS 方式のバリエーションとして様々な名称が採用されている。逆に言うと、液晶の駆動方式の名称から、パネルの供給元がわかる。ハイレスが1998年に特許を取得した液晶ディスプレイの形式。面上の共通電極と絶縁層を挟んだ。 ガソ電極の二層構造を取ることが特徴で、ガソ電極の幅を狭めることが可能となり、フリンジ状が発生し、ガソ電極上の液晶も駆動できるため、ガソ内のブラックマトリクスをなくすことができる。透過率が高く、広い視野角や、高コントラスト比、低消費電力が特徴。厳密には、IPS 方式とは異なる方式である。基板に対して平行に配光させた。 液晶分子に対して IPS 方式では横電解でスイッチングするが FFS 方式ではフリンジ電解でスイッチングする点が異なる。ただしスイッチング動作という観点から見た場合は両者でほぼ同じ動作であるため多くのメーカーにおいて FFS 方式は IPS 方式と同種の方式あるいは IPS のバリエーションの一つとみなされている。 ハイレス社は韓国に拠点を持つ小規模なメーカーで製造したディスプレイは主にノート PC やタブレットなどのモバイル機器に採用されているが基本的には FFS 方式の特許を他社にライセンス供与するビジネスモデルで生き残っている2004年に日立ディスプレイズ2006年に採用エプソンイメージングデバイスなど 複数の企業にライセンスされており、日立の IPS プロや LG の R-IPS、サムスンの PLS、アウオのダーソバ、BOE の SDS ディスプレイなどはこの技術を利用していると考えられるが、メーカー側からは特に FFS 方式であるとは明言されていない。ハイデス社は BOE の参加を経て2008年より電子ペーパー大手の台湾 E インク参加となっている。 2003年には、アフス2007年には、HFFS と FFS 方式の改良系をリリース。ハイデス社は2015年にディスプレイの自社生産から撤退した。アウオが2012年に開発した IPS 方式のバリエーション。アウオの親会社であるベンキューのディスプレイなどで採用されている。アウオは2012年にハイデスとクロスライセンスを結び、 2012年発売の iPad mini に LG と共にサプライヤーとしてダースバパネルを供給しており、Apple の要請で LG の iPS パネルと同等の製品を開発したと考えられている。NEC 液晶テクノロジーが開発した技術。2000年代中頃には iPS 系としては、日立の本家 iPS ブランドと共にマスターモニター用や医療用など、 プロフェッショナル向けの高画質ディスプレイのブランドとして認知されており、当時は ASFT、SASFT、UASFT と世代ごとに性能を向上させていることをアピールしていた。また NEC はテレビ用よりも計測機器や FA 機器などの産業用に強みを持っていたので、開発当初から高精細、高解像度表示に力を入れていた。 しかし当時から NEC の液晶部門は経営が苦しく特に2004年に創業を開始した上海広電との合弁会社である上海広電 NEC の工場で大きな赤字を出し上海広電は2008年に倒産2009年には鹿児島工場も閉鎖し NEC の液晶部門は秋田工場に集約された広電の再建に 中国航空技術国際グループが参加したことがきっかけとなり、2011年に中古グループ参加のディスプレイメーカーである天馬微電子の参加となった。2018年現在、チアンバジャパンが北工場の SFT 方式のラインは天馬微電子の産業用機器向けラインとして使われている。天馬微電子はアモイなど中国国内にスマホ向けの巨大な LTPS 工場をいくつも持つが、産業機器向けは弱く、それを保管する形で存続している。サムスンが開発した IPS 方式のバリエーション。サムスンはこの方式で1997年に特許を取得したと主張しているが、サムスンは2000年代当時はバグループに属していたためは方式のパネルしかリリースせず、 2010年より PLS 方式の製品をリリースし始めた。アフス方式を採用しているらしく、アフス方式を採用している LG の IPS パネルを2012年に特許侵害で訴えたことがある。他社の IPS 方式と見た目はほとんど同じだが、PLS 方式の方が透過率が高いため、同じ明るさだと省電力になる。 サムスンは UKL パネルに力を入れるため、2010年代後半には液晶事業の展開に消極的になり、2020年には大型液晶パネルの製造から撤退したいとの声明を出していたが、折しもコロナによる凄盛特需で液晶事業が絶好調となったため、2021年現在でも液晶事業を継続している。日比電子が開発した。 IPS 方式のバリエーション。日比電子は2010年に日立ディスプレイズから IPS の技術を供与されており、そのバリエーションだと考えられている。BOE が開発した IPS 方式のバリエーション。ADSDS、または IPSADS などと表記されることもある。BOE は FFS 方式を開発したハイデスを一時期参加に置いており、 ADS パネルは FFS 方式の特徴をそのまま受け継いでいる。ニュース、不加価値の国内メーカー VS、大きさ、安さの韓国勢、LCD 市場の今が見える、エデックス2003アイテムディアパナソニックが液晶パネル収束。日本のディスプレイ産業を振り返る、西田ムネチカの今と未来からインプレスウォッチ。 ハット ips pro ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.barco.b スラッシュ b-a-r-c-o-v-i-e-w スラッシュダウンロードスラッシュ ips ダッシュ p r o l c t e c h n o l o g pdf ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.hydis.com スラッシュイングリッシュスラッシュレイヨン rnd rnd03 アスクハット http コロンスラッシュスラッシュ t e c h o n n i k k e i b p c o j p スラッシュメンバーズスラッシュニューススラッシュ20041206スラッシュ106740スラッシュありがとうございます。